どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。さあ今日の動画では2020年9月に発売されるプレイステーション4の新しいゲームソフトをご紹介したいと思います。9月もね、新しいゲームソフトたくさん発売されます。もちろん AAA タイトルって言われる超大作も発売されますし、ね、なんかさ、そのゲームが発売ってなるとそういう超大作ばっかりに目が行きがちなんですけれども、それ以外にもね、面白いゲームってさ結構たくさんあったりするんですよね。まあ超大作以外にも工夫あふれる作品や、バカ野郎お前こんなゲームこの野郎っていうようなとんでもないゲームまであったりしますので、よかったらぜひですね、この動画の中からお気に入りのゲームを見つけて新しいゲームを買う際の参考にしていただけると嬉しいです。というわけで紹介早速やっていきたいと思います。さあではまずこちら、いきなり超大作の登場です。9月4日発売、アベンジャーズ。日本でも大人気のアベンジャーズのゲームとなっております。いやこのゲームね、かなりすごいと思いますよね。ただのキャラもののゲームではないです。完全にアイドスモントリオールっていうところが作ってて、まあ以前はそのトゥームレイダーとかも手掛けていたんですけれども、おそらくそこのスタジオ最大の作品になる可能性があるななんて感じております。このゲームの中にはシングルプレイと最大4人でチームを組めるコーププレイ、どちらも存在しているんですけれども、現段階では6名のヒーローがプレイアブルキャラクターとして取り上げられておりますが、プレイステーション限定でスパイダーマンが追加予定だったり、他にもホークアイなんかも追加されるという情報も出ておりますので、キャラクターはどんどん増えていくのかなというところです。シングルプレイでは大迫力の映像でのアクションを楽しめますし、コーププレイではウォーゾーンと呼ばれる10分から最大で2時間ぐらいかかる大ボリュームのコーププレイが楽しめますし、それじゃあちょっと時間かかりすぎるなっていう方に対してはドロップゾーンっていうですね、もっとサクッと始めてサクッと終われる簡単な仕様のオンラインプレイも待っています。友達と遊んでもいいし、一人でも遊ぶことができます。一人で遊ぶ際は AI の仲間を連れていけるんですけれども、自分で育てたキャラクターが AI としてついてきてくれます。そう、このゲーム各キャラクターの育成なんかもしっかりありますし、しかもそれをコーププレイに生かすことができますので、まあ、4人集まらなくてもで AI も混ぜて、しかもちゃんとしたね、育てたキャラとかがついてくるっていうことなんで、あのゲームとしてね、すごくかゆいところに手が届いてるんですよ。そんな気がします。有名キャラクターを使ったゲームってどうしてもゲームプレイの部分が若干歯がゆい場合のものが多かったりするんですけど、これすごい遊べるゲームになるんじゃないかななんて期待をしておりますし、楽しみにしてる人も多いんじゃないかなと思います。では続きましての紹介です。9月4日発売、トニーホークプロスケーター1、2。このゲームはですね、昔発売されていたスケボーのゲームとなっていますね。リメイクされての登場でございます。日本でもね、多分2は発売されていたのかな。でこの世界的にすごい人気で、2だけでもね700万本以上売れてるということなので、大人気作品となっております。スケートボード界の神と呼ばれているトニーホークを主人公にしているゲームとなっております。スケート上でトリックを決めてより高いスコアを目指したりするのが主なゲームとなると思うのですが、オンラインで世界中のプレイヤーと対戦したり、ステージを作る機能なんかもありまして、オンラインで共有もできるとのことです。多分ね、縦乗りできる BGM がねゲーム内でかかると思いますので、ノリノリでトリックを決めたい。続きまして9月4日発売、これも大注目作品、 NBA2K21。NBA を題材とした毎年発売されますプロバスケットボールのゲームとなっております。キャリアモードで NBA のスター選手にのし上がっていくもよし、レジェンドプレイヤーたちを集めて最高のチームを作るもよし、クイックマッチモードを遊べば今すぐに全チーム全ての選手をプレイ可能になります。まあ、NBA 自体が日本では少しねちょっと縁が遠いなって思うところもあるかもしれませんけど、先日ね、PS プラスのフリープレイで、2K20、 これの前作ですね、無料で遊べるようになっていたので、私も少し遊ばせていただいたんですけれども、いやこれは人気出るよなっていうぐらい完成度も高くて、めちゃくちゃ面白いバスケットゲームだったんですよね。PS5 次世代機を購入予定の方はアップグレードが気になると思うんですけれども、マンバフォーエバーエディションを購入しますと PS5 発売と同時に PS5 版を受け取ることができるようですね。ただちょっとね、このマンバフォーエバーエディションは高いのでよく吟味して購入してみてください。でもまあそうだよね、 NBA ファンの方とかならおそらくこのエディションを購入しても
いいんじゃないかなって思います。では続きまして、9月10日発売メタルマックスゼロリボーン、戦車と犬と人間の RPG 最短ということで、メタルマックスといえばね、ファミコン時代に登場した RPG となっておりまして、まあ、当時はですね、正統派なファンタジー RPG 以外にも様々なジャンルの RPG が生まれては消え、生まれては消えだったんですけれども、ハンターとして戦車を鍛えて賞金首を倒しに行くっていう、ある意味結構自由度のある RPG だったこのメタルマックスは、それらの中でも一線を画していたのかもしれません。そんなメタルマックスも2018年にメタルマックスゼノを発売しておりましたが、今回はその作品のリボーンという形になっております。なんかその2018年に発売されたメタルマックスゼノは、まあ、ディレクターの方のインタビューの記事から抜粋するとですね、一本道的な感覚や戦闘でやれることの少なさみたいなものを引きずっていたということなんですけれども、このリボーンでは仲間を加入させるかどうかも自由だし、最終目標さえ達成できるならそこまでの道筋は自由に行動できるようになっているとのことです。自由度が返ってきた。このリボーンを作る上で元々のメタルマックスシリーズらしさっていうのを追求したかのように感じられる出来になってるといいですね。では続きまして、9月10日発売プロジェクトカーズ3、レースシミュレーションゲームの最新作が登場となります。200以上の実在する車、120以上のコースが収録されておりまして、サンデードライバーから熟練のレーサーまでみんなに届ける極上のドライブ体験となっております。前作からですね、ハンドル操作を改善してアシストなども強化して初心者でも遊びやすくなっているということです。キャリアモード、マルチプレイ、車の購入にカスタマイズ、やり込み要素も満載で充実となっておりますね。美しいグラフィックとスピード感、レースゲームってね、ゲームの中でも特にね、進化をすごく感じますよね。さあ、そんなわけでですね、進化を感じ取られるレースゲームをもう一本紹介したいと思います。9月10日発売スノーランナー、過酷な環境を乗り越えるオフロードゲームとなっております。超パワフルな車両に乗り込み、あんなところやこんなところ、もうこんなところまでみたいなところを行っちゃうんですよね。オープンワールドのワイルドな環境を冒険しながら多数のミッションをこなしてしまう。しかもですね、このゲームマルチプレイも可能。マルチプレイで何するのさこれ。ウィンチしてますねウィンチして引っ張ってますね。トラックとかさ、タフな車両に乗ってる人ってめっちゃかっこいいよね。続きまして、9月17日発売アトミクロップス、このゲームですね、かなり面白そうなんですよね。新感覚農業アクションゲーム、荒廃した土地に作物を植えて育てて、そしたら敵がやってくるので敵から作物を守って、作物がたくさん収穫できたら武器や農場もアップグレードできて、さらに町の住人と結婚したりすると、その嫁さんが農業を手伝ってくれたり一緒に戦ってくれたりってね、これ結構面白そうだよね。この手のゲームってなんかこうのんびりスローライフな感じが多いんだけれども、まあ、ちょっと新感覚だし、ビジュアルもね新感覚だわね。作物がね、かわいい、かわいい、キモ、キモかわいい、かわいい、かわいいや。続きまして、9月17日発売 e フットボールウィニングイレブン2021シーズンアップデート、今年のウィー入れはですね、前作の e フットボールウィニングイレブン2020のシーズンアップデートとしての発売ですので、基本的な内容は前作と変わりがありません。選手やチームのデータを最新シーズンにアップデートしてくれますね。発売に至ってはスタンダードエディションとクラブエディションの2つがありまして、クラブエディションはさらに5つありまして、バルサ、バイエルミュンヘン、ユベントス、マンチェスターユナイテッド、アーセナル、それぞれございます。付属する特典が違いますので、お目当てのクラブを選びましょう。しかもですね、前作をプレイしている方はスタンダードエディション、クラブエディションどちらも 20% オフで購入できますので、しかも今回シーズンアップデートということで元々の価格がね結構安くなっておりますといったところです。続きまして、9月18日発売 WWE2K バトルグラウンド、おそらくですね日本版はダウンロード版のみの発売になるかと思います。WWE はですね、ワールドレスリングエンターテイメント、すなわちプロレスですね。
なんかこうリアルな感じのプロレスゲームっていうよりはビジュアルはちょっとデフォルメされたような感じになっておりまして、何でもありの大乱闘、70名以上の新旧 WWE のスターたちが登場。多彩な試合形式が用意されており、自分だけのスターを作成できる機能もありまして、髪型から体型まで選べちゃう、なんかねとっつきやすそうな感じのプロレスゲームになっております。続きまして、9月24日発売、イカルガ。これちょっとですねおまけでご紹介という形なんですけれども、すでに発売されておりますシューティングゲームイカルガがパッケージ版数量限定で販売となっております。特典もいろいろついております。ピーキーオフィシャルゲームストアと一部のオンラインストア店舗で予約受付中となっております。かなりですね歯ごたえのあるシューティングゲームになっておりまして、状況に合わせて属性を変えて攻撃したりするんですけどね、このゲーム遊べると結構かっこいいんじゃないかなと思って僕も遊んでた時期がありました。俺ね4面までいけるよ、4面までね、本当はねクリアできないとかっこ悪いのかも、いやかっこいいとかかっこ悪いとかないから、ごめんなさい僕の偏見でした。面白いです本当に、遊んでみてください。では続きましての紹介いきます。9月24日発売、デートアライブレンディストピア。こちらはですねアニメ化もされた人気のライトノベルのゲーム化となっておりますね。ゲームジャンルは精霊攻略アドベンチャー。おいおいおい、精霊を攻略ってどういうことなんだよって思うのですが、精霊の出現で起こるようになった大災害、その力を封印する方法は主人公が精霊とデートして出れさせるというもの。それなら仕方ないよね、それなら仕方ないわ。イベントスチルではアニメーションがあり臨場感あふれる演出になっております。原作ファン必見、そして世界を救うために精霊とデートしたい人も必見。続きまして、9月24日発売、ダングリード。こちらはダウンロード専用のゲームとなっております。 2D のアクションゲームですね。ある日突然ダンジョンが現れ、村は破壊され、人々はダンジョンに飲み込まれてしまった。消えた人々を救うためダンジョンに入り込み探索し村を立て直せ。いいですね、シンプルなようでやることがいっぱいある感じですよ。村が再建されていくとお店とかができてさらに探検しやすくなったりするんでしょ。そしてねレアな武器なんかもたくさんあって、キャラクターの強化要素も楽しそう、やり込み要素満載の 2D アクションゲームとなっております。続きまして、9月24日発売、合鍵2。幼馴染とドタバタラブ同棲始めませんか。バカ野郎バカ野郎、始めるよ、始めたいに決まってんだろ。新学期になっても一度も学園に登校しない幼馴染は一人暮らしをしているオタク女子だ。いやいや、いい加減にしろ、いい加減にしろって、幼馴染とドタバタラブ同棲とかねえんだよ、幼馴染とそういう風にはならねえんだよ、ならねえんだよ。まあ俺幼馴染いない、そっか、俺には幼馴染がいないからわからないから、これはね買って確認しないといけないね。うん、買うか。続きまして、9月24日発売、アイキス。これは好きを愛に変える物語。かー、これバカ野郎。これ入学式で運命の再会を果たした主人公、幼い頃に共に絵を描いていた姉妹と再会した。離れていた時間を取り戻すように急接近する3人の関係、さらにそれ以外にも美術に興味のある先輩や一風変わった美術テーマを持つ先輩とも知り合い、日常はさらに加速していく。あー、そっかー、いや俺結構美術にね興味あるんだわ。うん、いや絵描くのとか、まあ、結構好きだしね。このゲームはこれは念のために購入しておきますね。こうなんだかんだでね、いろんな女の子にこうバーってこうねこう接近してくる感じとかね、これたまんないですよね。続きまして、9月24日発売、この素晴らしい世界に祝福を、この欲望の衣装に寵愛を。このゲームはゲームジャンルなんて説明したらいいのかな、着せ替えパーティーゲームだ。ゲームの中で決まった日数をスケジュール管理して、アルバイトやクエストを実行してパーティーを開いて、キャラクターとの親密度を上げて衣装を作っていくと。作られた衣装によっていろんなストーリーが楽しめるぞって、これもうほぼギャルゲじゃなくて、まあキャラクターとのね、親密度を測るというそんな感じのゲームに仕上がっているようですね。
この素晴らしい世界に祝福をに関しては結構ね、いろんな感じでゲームが発売されておりますよね。今回はなお一層ね、シリーズファンの方は目が離せないかもしれませんね。では続きまして、9月24日発売 F1 2020、 F1 の公式ゲームが今年も登場いたしますね。2つのエディションが日本語版パッケージとして発売されます。デラックスシューマッハエディションとセブンティーンエディションの2つとなっております。毎年出ているゲームなんですけれども、ゲームの新しい進化点としては自分だけの F1 チームを作成できるマイチームモードが新しく追加されております。第一線で活躍するメンバーたちから選出して、ドライバー兼マネージャーとして独自のチームを作り上げていくモードだそうです。F1 シリーズで一番スケールが大きく革新的な作品になっているとのことです。今年も F1 から目が離せない。では続きまして、9月24日発売アセットコルサコンペティツィオーネ。言えた言えた、よかった。9月はレース系のゲームが非常に豊富ですね。このゲームはですね、 GT ワールドチャレンジの公式ゲームとなっております。シミュレーション技術により GT3 のレースの臨場感を完全再現、実際の車両のパフォーマンスを忠実に表現しており、タイヤグリップ、サスペンション、電子システム、車体ダメージの及ぼす影響まで再現されているということです。さあ、レースゲームファンの皆様、9月は散財ですね。にっこり。続きまして、9月24日発売マフィアコンプリートエディション、クライムアクションアドベンチャーとしてシリーズ3作品ありまして、累計売上販売数は1800万本を超える大人気のマフィアシリーズ、その第1作目がリメイクされて登場となります。これね、一度ね、発売延期されておりますので、ちょっとじらされちゃいましたけれども、非常に気になるゲームですね。オープンワールドのゲームで車を乗り回したり銃撃戦したり、リメイクではね、バイクとかも出てくるそうですね。1930年代のアメリカが舞台となっており、車や街の景観なんかも緻密に再現されております。リメイクということでゲームプレイは全て再構築されており、マフィアな世界観が好きならワクワクしちゃうのかもしれませんね。マフィア3結構グラセフに似てるって言われてましたよね。グラセフ好きな人とかにも結構ハマるゲームなのかもしれませんね。では続きまして、9月発売日未定なんですけれども、モータルブリッツコンバットアリーナ、一応ダウンロード専用のゲームとなっておりまして、 VR で遊ぶオンラインアリーナバトル、基本プレイ無料ということだそうです。ただね、まだちょっと情報が少ないんですよね。それでも VR 持ってる人は基本プレイ無料ならね、ぜひ試してみたいところでもあります。さあ、というわけで9月に発売されるゲーム紹介させていただきました。さあ、皆さん購入予定のゲームありますか？アベンジャーズ買う人はすごい多そうだよね。あとマフィアとか、いや言ってもでもウィーレも結構みんな買うでしょうね、なんて考えたらまた結構買っちゃいそうですよね。ということで皆さんぜひコメント欄にですね、購入予定のゲームなどがありましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。動画がもしね、良かったなと思ったら、高評価ボタンを押していただけるととても嬉しいですのでよろしくお願いします。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、今日の一言、合鍵2と合キスか。いや別に買わないよ、ただ言っただけだし、ただ言っただけだし。